絶滅危惧種にされています。眠い。そもそも数が減ったのは、お菓子も食べない。登山者が残すゴミが病原菌の餌になったり、キツネやカラスに卵が食べられたりしたことが原因とされています。ハウスで寝たらハウスで寝よう。ハウス。そして40年以上ライチョウを研究している専門家は、御嶽山の噴火がこの減少傾向に拍車をかけるのではないかと心配しています。ライチョウの今来ているものはですね、高山植物ですから、今回の噴火によってですね、高山植物がですね、どのくらいダメージを受けているかが一番気になると思いますね。現在御嶽山に生息するライチョウはおよそ70羽。火山灰により餌となる高山植物が枯れる恐れが